寺田よしみです。今日もハートビーチやっていきたいと思います。今日は冬場のある日の僕の砂トレジャンプ編ということでね、お届けしたいかなと思います。冬場じゃなくてもね、使えるトレーニングになるのでね、ぜひこう参考にしてもらえたらいいかなと思います。でも始まってるんですけど、以前僕動画でジャンプトレーニングの動画出したんですけど、そのメニューとね同じメニューになるらしい。なんのかな、両足で前後と左右と、ジャンプトレーニングのためのウォーミングアップと、あと砂をつなぐか砂をつかむ感覚を養うために、これ頻繁に個人的にも行ってるし、ビーチ始めたばっかりの人はこういうトレーニングは砂で動くの慣れるのにめちゃくちゃ僕はいいと思ってるんで、ぜひこれやってください。実際にこれを動画に出しておきながらね、やってないわけではないっていうのがね、分かってもらえたらいいかなと思います。ちょっと夏撮った時よりもこの日も4度ぐらいしかなくて、曇っててめちゃくちゃ寒いんで、動きのキレはないんですけど、頑張ってジャンプトレーニングのためのジャンプトレーニングをしてるっていう感じですかね。特に片足で砂を掴むのが難しいんですけど、しっかり股関節で、股関節と膝で受けることと、意外と上半身の連動っていうのも使うかなと思うので、ぜひともやってもらえたらと思います。で次がね、ジャンプトレーニング、これもスパイクの動画で紹介してるので見てほしいんですけど、あまりブロードジャンプしすぎないように意識しながら、ボールをこれ飛び越えてます。やっぱりジャンプしてから若干ブロードしないとボールに力は伝わらないので、ブロードさせてるっていう感じですかね。最初は一歩助走でやって、次は三歩助走でやってます。いろんなとこにパスが出て、いろんなとこにトスが上がったっていうイメージを膨らましながらやってます。なので僕の中ではちょっとずつ変えてるって感じです。ちょっとここでまさかの JBB ツアーとかスポンサーをしてくださってるオークリーのカズゴールさんが、たまたま会場じゃねえや、練習場にね、視察に来てくれて、ちょっとご挨拶をしているっていう感じで、スポンサーさんとか関係者の方が、ね、現場に来てくれるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいですね。実際試合で会うだけの人が多い中で、練習もね、僕らの本番というかね、大事な時間なので、それを見に来てくれるというのが、ね、すごく嬉しかったです。ここちょっとトレーニング中だったんですけど、近況報告したり、サングラスの、ね、話したりとかして盛り上がって、ちょっと中断したんですけど、またカズゴールさんぜひマリエに見に来てください。で、また始まるかな、引き続きジャンプトレーニング、多分回数ちょっと数えてないんですけど、4、50回ぐらいはジャンプしたのかな。この日はもう特別なメニューではなくて、シンプルなジャンプトレーニングなんですけど、この日はセルフってこともあるので、かなり多めに飛んでます。次が、実際これはボールカゴのところにセッターがいるとして、ビハインドのセットを上げたイメージでスパイクの助走練習してます。このミッション、ある程度の回数飛んで鍛えたっていう感じですね。今日のジャンプの動画は以上になります。今日の動画がいいと思った方は、ぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。でプレイに関して質問がある方、あとトレーニングに関しても質問がある方は、ぜひともコメント欄にコメントください。僕必ずお答えします。ちょっと早足だったんですけど、また随時ハウトで更新していきますので、皆さん楽しみに待っていてください。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。